チェストー、塗装の工程に入ります。まずは、800番ぐらいのヤスリで塗料が塗りやすいようにヤスリをかけます。というかやったことがないんで本当にこれでいいのかよく分かってませんが、昔塗装の日産に勤めてた頃に塗装の部門にいたことがあるので、やっぱり同じように塗るときはこんな感じでヤスリを当てて塗料を塗りやすくしてましたね。懐かしいです。はい、で、こういう風に、くっつけてこれでシュッシュするといいということなので、これをくっつけます。これが剥がれたら大惨事だからね。なんでいいんですかね。できました。なんでいいんかな。ちょっと感じにしとく。これでシュッシュッシュッとやります。はい、ありがとう。いいです。はい、それでは、塗装していきます。ここは僕のうちの庭です。塗料が被ると良くないんで、最初から塗料を被ったような T シャツを着てます。はい、まず1日で仕上げなきゃいけないんで、早く、塗装したことないんですけど、早く乾かなきゃいけないんで、そしたらラッカー系がいいってことなんで、これを買ってきました。あ、で、ニコン号なんで黄色にしたいっていうね。で、この今日はタミヤカラーミニのパールイエローを買ってきました。これ安いですね、500円で。これで、塗りたいと思います。で、ラッカー塗料がいいというのを、10秒ほどで理解したんですけど、ネットで検索して、それで、さらに、黄色は下地がないと一番塗りにくい色なんですよね。例えば黒の上に塗ると全然出ないじゃないですか、黄色って。ところが奇跡的に、GR ヤリスはなんとこの白だったんで、色が乗りやすいということです。なのでこれをやるんですが、初めてのことなんで本当にうまくいくかよくわからんという。本当にできんのか、怖いな。20センチぐらい離して拭けっていうことなんで、これぐらいですよね。で、こうなんか霧を吹くようにやれって言われたんで、え？こういう感じなんだ。はあ、はあはあ、なるほどね。で、20分ぐらい置いとけっていうことなんで、難しいな。くさ、落下とか、ところは手にかかるけど、これこっちかづけちゃダメなんだね。面白いね。あ、なんかこの先がぐしゃぐしゃってなって、いちいちこうやってやんなきゃいけないかな。そっか、これ最初はムラになっていいって言ったから、こんな風に
乗らなくても思い切り乗っちゃっていいんじゃないかな。なんか全世界の塗装してる人たちの気持ちになれる。はあ、なるほどね。これでどんな感じなの。あー、やっぱなんか村っぽいな。難しい。すっげえ村。なにこれ。とりあえず1回目は終了しようという感じで、危なっ、やっていきますのでよろしくお願いします。続いてですね、塗装と並行して組み立ても今からやってきます。1日で組み立てるという暴挙に出ておりますが、私、生まれてこの方ミニ四駆を作ったことがありません。今回、ニコン号として作るのがこちら、トヨタ GR ヤリス。これ試乗したんですけど、めちゃめちゃいい車でした。これを選んだ理由はですね、僕がニコン号として、ちゃんとニコン号は存在しまして、スイフトをね、僕は乗らせてもらってるんですけど、スイフトっぽい、スイフトの黄色ね、乗ってるんですけど、このスイフトっぽいといえば、GR ヤリスというか、スイフト買うときに GR ヤリスと迷って、GR ヤリス、ちょっと狭くてですね、これ、ほとんど荷物が積めないんで諦めたんですけど、スイフトっぽいということでこの GR ヤリスを選んだという感じです。じゃあこれを初めて組み立てるんですけどね、結構部品あるですね。これなかなか面倒くさい感じ。ステッカーでなんとかごまかせるみたいです。はい、何をごまかすんだよって感じですけど、じゃあ1番からやっていってみましょう。これ手元を映さないとダメかな。2回目ですね。4回塗れっていうことだったんですけど、1回目で泡が出てついてしまったりしたので、そこをヤスリで削って洗剤で洗いました。はい、じゃあ行ってみたいと思います。これ外してすぎましたね。これぐらい離して、
送3回目です。今は3時ですね。間に合って、
いいにします。もう一回ぐらいやんないとやんないかな。なんか良さそうに見えますけど、テスト。ニコン一筋バカになれ、それが写真家男道。チェスト。ニコンバカ一代。